正なものを正しくし、不自然なものを自然の姿に戻すのが、その要諦であると私は思うのであります。しかし、現在の我が国には、曲がったもの、不正なもの、不自然なものがたくさんあります。憲法第9条で、国際紛争を解決する手段としての戦争は、永久にこれを放棄する。これがためには陸海空軍、一切の戦力は保有しない。国の交戦権は行使しないと決定をしたのであります。しかるに自衛隊が生まれ、日米安全保障条約の締結によって大きな問題を残しておるのであります。通を閉めると、1960年11月2日東京少年鑑別所で17歳の少年が自ら命を絶った。20日前に日本社会党委員長浅沼稲次郎を刺し殺した山口音也だった。松子ちゃん、それで河野一郎には会えたんか。いや、あかんかった。あかんかった。玄関先で粘ったんやけどな。なんで河野一郎なん。河野先生は次の総理大臣になるかもしれん人やろ。だから弟子入りしようと思ったんや。俺は河野先生と同じ早稲田に入って、政治家になって、正しい日本を作りたいんや。正しい日本って何や。正しい日本や。そのためにこそ生きてると思えるような正しさ。このままじゃダメなんや。1966年1月、早稲田大学の学生は学費値上げの撤回と学生会館の自主管理運営を求め、早大史上初の全学ストライキに突入。その闘争は150日間にも及んだ。あ、持ち丸。彼は教育学部の新入生で、今度クラス委員になった森田君だ。森田です。よろしくお願いします。名前は必勝と書いて正勝と読みます。まあ座れよ。失礼します。ここにいるのはみんな早稲田の現状に危機感を持っている仲間なんだ。君は今の早稲田はどう思ってる。斉藤さんにも言ったんですけれど、僕は教頭会議の連中が何の権利があってバリケードを作ったりするのかわからないんです。こんなに大学をめちゃくちゃにして。そうなんだ。いくら学費値上げ反対でもこんなやり方はひどすぎる。このまま左翼をのさばらせたら早稲田精神は消えてなくなってしまうだろう。一刻も早く教頭会議に反対して学校を正常化するべきなんじゃないでしょうか。俺たちはまさにそのことに取り込もうとしてるんだよ。一緒にやらないか。はい、やらせてください先輩。しかーの旗のもと、
共産主義と対決し、全学連を打倒すべく立ち上がった。今日我が日本において左翼革命勢力はアメリカによる占領憲法を最大限に利用して暴力化し、思想の大敗や国論の二分化の元凶となっている。しかるに明治維新という英雄的な事業を成功させた我々の祖先は、我が国の歴史の連続性、文化の統一性、民族の独立の礎を全て天皇陛下に仰ぎ、祖国の歴史に新たな息吹を吹き込んだ。我が日本学生同盟、日学同は、全国学園に共産主義の嵐が荒れ狂う中で、過去の反共活動家や民族派学生が欠落させた大衆運動として、新民族主義を掲げ、歴史の原動力たる青年、学生の運動を統一、再編する。素晴らしい。関の孫六です。よろしければ差し上げます。先生にはお世話になっていますから。特に6月に川出から出た英霊の声は傑作ですね。うちでもよく売れています。そうですか。実は英霊の声は完結編なんですよ。僕は 2.26 事件に決起した青年士官たちを幽谷と十日の菊で書いてきましたが、この英霊の声をもって三部作とし、このテーマは終わろうかと思っています。次はライフワークに取り掛かりますよ。かかる日になどですね。ところで先生、ノーベル文学賞の方はいかがなんですか。先生。ああ、どうでしょうかね。何しろほら、谷崎さんも一緒に候補になっていますからね。はじめまして。論争ジャーナルの中辻から紹介された日本学生同盟の持丸博と申します。今日は三島先生にお願いがあってまいりました。まあとりあえず座りなさい。率直に申し上げます。英霊の声を読んで感激しました。そこでお願いです。我々の機関紙の創刊号に文章を寄せていただけないでしょうか。日本学生同盟は我が祖国を全学連などの共産主義の完成侵略から守るため新民族主義を掲げ、去年秋結成されました。分かったから、まず座りたまえ。家内の陽子だ。はじめまして。はじめまして。さあどうぞ。あ、はい、失礼します。君たちの日本を思う心には僕も共鳴している。原稿を書きましょう。あ、原稿料はいりませんからね。ありがとうございます。美しいのはだね、君たちの純真無垢なその心なんだ。その美しい心があったからこそ 2.26 事件の青年士官たちも天皇を仰ぎつつ決起した。当時と同じように今のこのだらけ切った日本を変えられるのは軍隊だけだ。日本の軍隊、今それは自衛隊だ。実はここだけの話だがね、僕はこの春自衛隊へ訓練に行き、自分を軍人として鍛え直そうと思ってるんだ。どうやら僕には英霊の声に出てくる磯部朝一主計注意の霊が取り付いているのかもしれないな。
持ち丸君。はい。日本刀を触ったことはあるかい？いや。持ってみてまい。刀というものはだね、干渉するものではないんだ。生きているんだよ。この生きた刀により我々は60年安保以来続く日本の知識人の欺瞞をえぐらなければならない。こちらがね、作家の三島由紀夫先生だ。入隊中の指導訓練はね、あんたに頼まれね。はい。福岡一位だろ。自分の本名は平岡君武であります。自分を三島由紀夫ではなく平岡君武として手加減せずにご指導お願いします。それでは入隊中あなたをレンジャー平岡、そう呼ばさせていただきます。いや、訓練場はやっぱり広いですね。少し走ってきます。失礼します。今夜はお世話にあった教官殿へのささやかなお礼です。さあ、どんどんやってください。校長。どうも。これ。ああ、どうも。いただきます。入隊してよくわかりましたよ。自衛隊は本当に素晴らしいところです。ここには男の世界がある。本当の日本がある。まあ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 、先生ね。そう育てられてもね、こっちはもうね、へも出ないっすわ。そう。じゃあ、こっち、乾杯の。あ、俺飲んじゃったけど、もう一回乾杯やろ。どう？乾杯！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 あー、これね。さあ、皆さん、3年後には日米安保条約の更新があります。しかし、このまま学生たちの行動が過激化していけば、警察力だけではなく必ず自衛隊の治安出動が必要になる、うん、その時こそ自衛隊を正式に日本の伝統的な軍として認めさせる大きなチャンスです。今の日本は変えなければなりません、絶対に、うん、その時は私も皆さんと一緒になってやります。必ず先に立ちますから、うん、先生もご存知のように我々は政治には関われません。とにかく我々は公務員、
つまり役人なんですよ。実は部隊を動かす防衛庁の課長ポストはほとんどが出向してきた警察官僚に握られているんです。クーデターには賛成できません。226事件が成功しなかったのは日本がすでに近代国家として成熟していたからです。軍隊によるクーデターというものは発展途上国にのみ有効な政治手段だと私はそう思うのですが発展途上国のみと、いやあなたのようなインテリにはかなわないな作家の先生にそう言われるとなんだかこそばゆいですなどうぞ。大作家だからな。1967年ベトナム戦争は激しさを増していた。日本の米軍基地からも連日のように米軍機がベトナムへ飛び立っていった。ベトナム戦争に反対する学生市民たちの声は日増しに大きくなっていた。読ませていただきました。しかし三島さん、書くことと行動することは大きな違いです。作家であるあなたはやはり書くことに専念すべきではないでしょうか。ノーベル文学賞をいただくという話もあるそうですし、書くことを通してでもあなたの目的は達せられるのではありませんか。山本さん、私は書くことを捨てました。正直ノーベル文学賞には興味ありません。今私は来るべき70年の安保条約延長に向け、この日本をどうするか、自衛隊をどうするかのみ関心があります。わかりました。何か訓練面でお役に立てることがあるかと思います。またお会いしましょう。よろしくお願いします。どうしても強く訴えたいときは人質という手法もあり得る。たった一人でこれだけのことができるんだからな。悪いな。いや、それよ。いや、ちょっと急な話で申し訳ないんだが、論争ジャーナルへ移った持ち丸からの申し入れなんだ。彼らが3月1日から自衛隊でやる訓練に参加してくれないか。
突然5人の欠員が出たらしい。いや、でも我々は日学堂は三島さんや彼らの祖国防衛隊構想には批判的だから、僕が参加してもしょうがないじゃないですか。いや、我々は決してあの構想を全面的に否定してるわけじゃない。この機会に三島さんの誤解を解いておきたいんで、いわば日学堂からの特使として御殿場へ行って彼らの訓練に参加してくれないか、森田。はい、わかりました。自衛隊調査学校の山本一斗殿だ。気をつけ、蹴る、直れ。あなたはどんなふうに人生の幕引きをするのかしら。決まってるじゃないか。武士道というは死ぬことと見つけたり、僕はこの道をただひたすら行くよ。さあさあみんな召し上がって。あ、待ってください。ワインもあるし。いただきます。それしかないのね。あ、ありがとう。失礼します。失礼します。さあさあさあ、みんな取ったか。山内急げ。はい。ちょっと待って、チガラグラスに入れて。いただきます。よろしくお願いします。うまっ。おいしい。おいしい。おいしい。森田、なんか勢いだよ。どう、いけるだろお前。うん、いけ。いきます。おいけ。森田市長、歌います。いきます。義理と人情はかりけりゃ、義理が重たい男の世界、幼馴染の観音様や。どうぞ諸君、我々は今まさにソ連に奪われた祖国の領土、貝殻島、水晶島が見渡せるところまで来ました。この霧の向こうには、昭和20年、大東亜戦争終戦のどさくさに紛れて、北海道まで軍事占領しようとした、ソ連帝国主義が、何の法的根拠、歴史的根拠もなく、軍事占領している、北方領土があります。我々は今まさにその北方領土を目の前にして、体中の怒りが、民族の血がたぎりつつあるのです。
お前ら何をしてんだ、人のおめえ。僕ら北方領土を取り戻そうと思って。北方領土？そうです。ソ連の奴らが終戦のどさくさに紛れてこの日本の領土である北方領土を無理やり奪い取って行ったんです。そんなことが許せますか？俺たちはその日本の領土を取り戻しに行きます。なのでこの船の鍵貸してください。まあこの船でこっからちょっと沖に出てみろ。ソ連の船に捕まっちゃうぞ。捕まったら半年や1年帰ってこれないぞ。それでもいいのか？遊撃戦。正規戦。攻撃と防御。これらは指揮系統に基づき情報収集によって生まれる。このことを忘れないでください。はい、では10分間の休憩。ありがとうございました。ありがとうございました。山本一さん。なんだ？休憩時間なので質問します、敵の殺し方を教えてください。刀をどうやって使えば失敗しないで人を殺せるんですか？森田君、敵を倒すのに刀は現代では有効な武器じゃないよ。では誰をどうやって殺せば日本のために役に立つんですか？日本で一番悪い奴は誰なんですか？自分が死ぬ気がなければ人は殺せない。いいか、私にもまだ本当の敵が見えないでる。そんなのんびりしたこと言ってていいんですか？入隊したものによって構成され、同志的結合を旨とし、隊員は服装および容疑を端正にし、規律と品位を保つよう努めねばならない。学生長、持ち丸平吉。1968年10月5日、三島由紀夫は盾の会を結成した。盾の会は民間人による軍事組織、つまり民兵の指揮官養成を目的とする組織だった。活動資金は全て三島が負担した。収穫派とエメールは国電で新宿方面に向かい、代々木で降りて線路線に新宿駅に入りました。報告します。
射角度は六本木の防衛庁を攻撃した後、午後7時頃新宿で合流しました。先生、新宿駅東口に集結していた各派の部隊は、大川戸横の映画の看板を倒し、駅構内に突入しました。警察は手ぬるい。新宿東口に集まった群衆に全く手出ししませんでした。彼らはヘルメットを脱いで群衆の中に入り、人々を扇動しています。今まさに共産主義の間接侵略が行われています。我々が決起するのは今です。そうだ、いや、盾の会はまだ活動を開始したばかりです。我々には今決起するだけの力はない。時期尚早です。報告します。今新宿で騒乱罪が適用されました。自衛隊は治安出動しないんですか。三島さん、これで情勢はほぼ決定しました。警察は騒乱罪で学生と群衆を全員逮捕して事態を収拾するでしょう。ですから今夜自衛隊の治安出動はまずありません。こうなった以上、隊員たちを解散させるべきです。あなたは彼らのこの熱き思いを無視しろとおっしゃるのですか。私は右翼だろうが左翼だろうが暴力に反対したことなんか一度もない。無原則あるいは無前提な暴力否定という考え方は共産党の戦略に乗るだけなので好きではない。政治思想において私は諸君と正反対でしょうが、ただ私は今まで日本の知識人が思想というものを振りかざし、知識を武器にそれだけで日本人の上に君臨しているという形が嫌いで嫌いでたまらなかった。諸君がやってきたことを全ては肯定しないけれど、日本の明治大正時代の教養主義から来たその知識人のうぬぼれを鼻から叩き割ったという功績は絶対に認めます。戦後知識人の問題として三島先生が三島さんが、とここで思わず先生という言葉を使っちゃったわけですけれど、しかしながら少なくともこの東大で現実的にそこら辺にいる東大の教師なんかより三島さんの方がよっぽど先生と呼ぶに値するだろうということで、それでまあ僕は使ったわけです。その三島さんの戦後知識人に対する批判は僕は実に当たっているとも。だけどそれだけでは僕らと三島さんの対決点は出てこない。それはおそらく知識人を含む他人との関係性を問題にすることによって現れてくると思う。ちょっと待った。おお、俺はな、今日三島をぶん殴る会があるって聞いたからここに駆けつけたんだよ。あのな、お前みたいにな、そうやって無規定に関係性ってものをな抽象化して論を立てたところで、そんなもんお前観念の遊びに過ぎないだろ。ちょっと待って、関係性を逆転するのが革命じゃないの。そうだ、お前ら三島の作品なんて面白いと思って読んだことは一度もない。俺もだよ。ただ英雄の声以来天皇についていろいろ書いてるし、感情を書き散らしてる。俺はもう三島ってのは時間性にこだわってしか天皇が描けない。だから今自衛隊の真似事をやるとか、ああいうみっともない行動するんだ。そうだ、そうだ、そうだ、よし。これは真面目に言うんだけれども、安田講堂に全教徒の諸君が立てこもった時に、天皇という言葉を一言君らが言えば、私は喜んで一緒に閉じこもったであろうし、喜んで、一緒にやったと思う。なぜなら今の天皇は私が考えているような天皇ではいらっしゃらないからなんだ。
私は天皇というものに昔の神のような天皇という流れをもう一度再現したいと思っている。そうするとあんたは天皇と自分の創作活動を一体化したところに美を見出すわけ。ああそうだ。ナンセンス。なんだ日本がなんか存在しない人間なんだよ。それでいいじゃないか。まあ、僕はだね、日本に生まれた以上武士として死んでいきたいんだよ。言うな武士。三島氏が言う天皇というのは現実的な天皇ではなく幻想上の天皇だ。しかし天皇が現実の関係性を超越した一つの観念、絶対的な観念であるとすれば、歴史が示すようにすでに現実の関係としてその観念を裏切っている。したがって三島氏は自ら現実の関係性を向かうために政治的に行動せざるを得ない。ならば僕たちが天皇と言うも言うまいも現実に存在する関係性、つまり国家というものの廃絶を僕らのように目指すべきではないのか。その論理は確かに一貫しているけれど、私は論理に従って行動しようとは思わない。つまりだね、もうね、ここまで来たらだね、残されたのは意地だ。天皇を天皇と諸君が一言言ってくれれば私は喜んで手をつなぐと言ってるのに、いつまで経っても、言わないからこうなるのさ。ああ、そういうことさ。僕は逆に三島さんが僕らの戦いを評価するならば、僕らと共に戦っていただきたい、そう呼びかけます。そうだ。諸君がやっている記載概念の破壊ということには私も同意します。私も文学者として、長いことそれをやってきたつもりだ。しかしだね、今僕自身が既成概念の権化として受け取られていると、奇妙な嬉しさというか、こそばゆさを感じている。しかし私は諸君のその熱情は信じます。それだけは信じます。他のものは一切信じないとしてもそれだけは信じるということは分かっていただきたい。それで僕らと共闘するんですか。どうだ、しないんですか。どうなんだ、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 どうなんだ。私は共闘を拒否します。先輩、自分の大学3年間の青春は日本学生同盟幹部としての民族派運動にありました。その運動を通じて三島先生を知り、先生に大きな恩を受けました。その恩をこれから返していこうと思います。したがって我々は日本学生同盟を離れたいと思います。思い残すことは何もありません。つまり縦の会一本で行くということか。そうです、申し訳ありません。先生が最近書かれた反革命宣言を読ませていただきました。その中に後に続くものあるを信ずとお書きになっています。これには私も全く同感です。しかしさらに有効性は問題ではないとも書かれています。有効性を問題にしない運動とは一体どのようなものなのですか。有効性がなければただ言葉や思想をもてあそんでいるだけとも捉えられかねません。いや、実際に自らの命を懸けて切り死にすること、それ自体に意味があるのです。その行為こそが後に続くものを作り出すのです。本当に日本の変革を目指すのであれば行動する以上勝たなければ意味がないのではないでしょうか。だとすれば戦車やミサイルといった敵に勝る武器がどうしても必要になってくるはずです。有効な手段を伴わない精神論は役に立ちません。いや違います、それでは問題の立て方が全く違うんです。己の肉体をかけてこの日本の文化を守るのが我々の目的である以上、武器はその象徴である日本刀でなければならない。後に続くものあるを信ずというのは日本の伝統的な価値観を守るものを信じる、そういう意味なんです。三島さん、気になさらないでください。彼は言いたい放題言ってますが優秀な自衛官です。しかるべき時には
しかるべき役割を果たしてくれるでしょう。僕は先生にお詫びしなければならないことがあります。なんだ。実は僕は先生の作品を読んでもほとんどわからないんです。なんだお前、そんなことか。俺はな、お前たちと一緒にいるときは作家や文学者じゃないんだ。お前たちと同じ心を持ったこの国を思う一人の男だ。安心しました。先生、僕はたとえ一人になっても先生の後に続きます。必要なのはな、知識ではない、志と行動、そしてみずみずしく美しい精神だ。その精神は美しい肉体にこそ宿る。肉体の堕落は精神を蝕んでしまうからな。はい、体なら鍛えています。何だ。はい、お前が信じるものは何だ。この日本です。そうだ、この日本で美しく生きるということはすなわちこの国のために死に方を考えるということだ。見て、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。盾の会行動事項第一条、盾の会は皇居に入りそこを死守する。第二条。ちょっと待ってください、三島さん。
それは最終的な行動です。我々が先に動いては絶対にいけません。ボートが皇居に乱入するという事態は、警察が破防法まで持ち出して学生たちを抑え込もうとしている今は考えられません。今我々がしなければならないのは、その日に備えてまず白兵戦の訓練をすることです。あなたたち自衛官は自分自身の内なる叫びによって行動を起こせないのですか？誰かの命令がなければ自らの血を流せないのですか？自らが己の義務によって動くのが軍人なのではないのですか？そうでなければ普通の会社員と同じです。どうした？先生、これを。先生、僕は先生についていきます。お前の剣は筋がいい。強くなるぞ。先生、本当の強さを教えてください。森田、本当の強さとは美しいものだ。僕には難しいことは分かりません。もっと強くなって、先生のように強くなって立ち上がりたいんです。落ち着け森田。落ち着いてなどいられません。このままでは左翼がますますのさばり、この国は変わり果ててしまいます。焦るな。俺も計画は練ってる。闇雲に動いても抹殺されるだけだ。抹殺されたって構わない。この国への思いが伝わるのであれば、先生と一緒に立ち上がれるのであれば本望です。森田、若さとは愚かさではないんだぞ。僕は愚かでも構わない。それこそが生きた証なのではありませんか。
いい香りですね。報告します。僕はこの度正式に婚約しました。よしこさんとか。そうか、持ち丸おめでとう。いつかこんな日が来ると思ってたよ。子供はどうなんだ。ん？子供ができたら、じゃあ俺の本名の君だけの一字をあげような。そうか、よかった。式の日取りはどうなんだ。どうするんだ。まだです。いや、よかった。そうか、いよいよか。先生、論争ジャーナルの一件ではご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。中辻さんやバンダイさんもあの雑誌を続けるために必死だったのです。今そんな話をしなくてもよいだろう。田中正源が盾の会のスポンサーは自分だと会う人ごとに言いふらしてるの知ってるか。そんなことになったのはな、中辻やバンダイが盾の会の名前を勝手に使って自分たちの資金集めのために田中のところに行ったからだ。俺が誰からも金をもらってないのはお前が一番よく分かってるではないか。あいつらは盾の会の精神を全く理解していなかった。俺は裏切られたんだ。彼らを会に残す気持ちはないということですか。ああ、自分たちから退会していなければ除名にしていたな。そうですか。でも編集長の中辻さんが盾の会を離れるのなら、論争ジャーナル編集次長の僕もとどまるわけにはいきません。いや、お前が辞める必要はない。実は大学卒業後の就職も内定しています。警備会社です。サラリーマンになるのか。はい、今後は論争ジャーナルとも盾の会とも距離を置き、新たに民族派の活動を続けていきたいと思います。俺が給料出す。大学を卒業したら盾の会の事務局をやらないかな。よしこさんと家庭を持てるだけの額は毎月ちゃんと払うぞ。どうだ。先生、ありがたいお話ですが、僕は一人の社会人として民族派を生きたいのです。
よ。愚かさの中に消えてしまうのか。盾の会のメンバーは現在第4期まで増えました。そして先ほどの提案により新しい班編成も決まり、隊の形も充実しました。そこで私、持丸宏は一身上の理由から学生長の任を辞し退会したいと思います。今後は隊の外から協力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。次期学生長、森田正和。1969年10月21日、ベトナム戦争や日米安保条約に反対する学生、労働者たちは1年前のように新宿で騒乱状態を起こそうとした。しかし、戒厳令を思わす圧倒的な警察力の前にその計画は失敗した。逮捕者は全国で過去最大の1600人近くに及んだ。先生、左翼が最大の政治決戦とした。今年の 10.21 も警察に抑え込まれた。この国を守るのは自衛隊ではなくなったんだ。強大な警察の官僚たちが軍人に変わってしまった。自衛隊の治安出動はなくなり、我々も決起の機会を失い、そして我々から持ち丸も去った今、盾の会は今後何をすべきか。盾の会と自衛隊で国会を包囲し、憲法改正を発議させたらどうでしょう。いや、そうなると日本刀以外の武器も使わなくてはならなくなる。それに国会の開会中に議員に使者が出たらまずい。しかしこのままでは我々の存在意味はありません。お前がもし左翼の米軍基地闘争でアメリカ兵が日本の学生を殺す場面に遭遇したらどうする？直ちにそのアメリカ兵を殺し、自分はその場で腹を切ります。
我々日本人はキリスト教文化とは違い、命に罪を求めない。それは命の美しさを知ってるからだ。だから死にも美しさを求める。俺も死は恐れてはいない。いや、待たせたね。何か聞きたいことがあるんだって。でもあまり時間がないんだ。それでこうしよう。君が一番聞きたいことを一つだけ言ってごらん。何でも答えてあげるから。今僕が一番聞きたいことは、先生はいつ死ぬんですか。敵軍の連中やりましたね。ああ、そうだな。我々ももはや行動を起こすべき時ではありませんか。しかし自衛隊が動かない。自衛隊なんかいなくても構わないんです。我々だけで動きましょう。どうなんですか先生。我々が動いても、そこに自衛隊がいなければ意味はない。盾の会を生んだのは自衛隊なんだ。我々が帰るとこは自衛隊しかない。そんなのもうどうでもいいんです。我々だけでやるんです。先生、先生、俺もすでに死は覚悟している。俺も同じです。先生に預けた命が叫んでるんです。お前が盾の会の隊員で一番信用するのは誰だ。それで大事な話って何ですか。田中。はい。おお、健一、元気にしとるけ。親父、東京に行くの用事があったで、ついでに顔見に来たんやで。そうか。母さんも心配しとるわ。お前が何も連絡を起こさんで、ちょっと顔見てきてって言われてんや。そうか。おふくろ元気してる。うん、元気元気。あ、
森田さん。森田さん。森田です。いつも健一がお世話になってます。こちらこそです。はい。干物。干物。うん。久しぶりに一杯飲もうか。おお。あ？じゃあ酒買ってくるわ。うん。なんかこれつまみだい。ありがとうございます。すぐ戻ります。はい、すぐ戻るわ。うん。いやー、びっくりしたー。森田さん、健一とこういう活動をしてなさるんけ？私は昔から真面目で真っ直ぐな子やで、何事も思い詰めるたちやで。やけどあの子は大事な一人息子なんじゃ。こういう活動に巻き込まんといておっけの。頼ますわ。お願いします。ごめん、ちょっと急用思い出した。え、先出るわ。ちょっとなんか大切な話があったんですよ。いや、いい、またにするよ。長い間お世話になりました。いえ、でももう足掛け4年ですよ。いや、おかげさまで自衛隊での訓練は初期の目的を達成できました。しかし学生たちの体験入隊はしばらくの間やめにしようと思っています。組織を作るのは簡単ですが、いや、維持をするのは本当に難しい。先生、もうこんなことはやめにして、そろそろご自分本来のお仕事に邁進した方がいいんじゃないですか。ノーベル賞は川端さんがもらってしまったからな。ああ、奥さんも残念だったでしょうね。いやいや、女房はそんなもの欲しがる人ではありませんよ。もし僕がいなくたって一人でちゃんとやっていける人なんですよ。先生、まさか何か企ててるんじゃないでしょうね。福岡さん、もしあなたがハイジャックされた淀号に乗り合わせていたらどうします？この話はやめにしましょう。あなたは正直な人ですね。いいんですか？今の質問に答えなくて。ポートをやるんですか？山本さんも一緒に行きますか？
やるなら私を切ってからにしてください。山本一さん、あなたは冷たい人ですな。お前には俺と森田の最終行動に加わる覚悟はあるか？はい、あります。ついにやるんですね。いや、最終行動には古賀正義も加わる。まず自衛隊で隊員の決起を流す。そして応じる者を連れて国会に入り、憲法改正を訴える。目標は一概の東部総監部だ。そこで自衛隊の武器庫を抑えましょう。ああ、東部総監部には実動部隊の第32連隊がいる。だから弾薬庫があるはずだ。先生、万が一自衛隊の邪魔が入ったら、その時は殺してもいいですか？いや、それだけは絶対やるな。関係のない人を巻き込んでは絶対いけない。はい、まず弾薬庫を占拠し、総監を拘束すれば迂闊には手は出せないだろう。先生、我々の人数では弾薬庫と総監の日本立ては不利です。どちらかに絞りましょう。それに弾薬庫を占拠するとき銃撃戦になるかもしれません。武器はどうしますか？計画をもっと具体的に絞り込まなければいけないな。坊ちゃん、坊ちゃん。はい。どうしたんですか、森田さん。俺に命をくれないか。頼む。森田さん、誘ってくれてありがとうございます。よろしくお願いします。
ちのしていることは何の効果もないのかもしれない。人によっては狂ってるというだろう。しかし俺は孤立を恐れない。これはいわば絶望からの出発だ。世間の支持を期待するようなそんな思想の磨き方ではもうダメなんだ。精神を後世に伝えてくれ。そして盾の会の精神を法廷で堂々と述べろ。いくら先生の命令でもこれだけは絶対に従えません。先生に置いていかれたら残されたここは死にます。死に場所を今さら一人は探せません。おい、俺たちは死んでいくにしても生きていくにしてもみんな一緒だろ。またどこかで会えるんだからさ、盾の会の制服を着て。あらゆる状況下で起こりうる。自衛隊の警務隊が銃撃してくる可能性もある。全員死は常に確保しておけ。
これは明日市ヶ谷で渡してくれ。時間は午前11時。時間厳守だぞ。俺はいけない。わかりました。なあ、田中。何ですか？いや、何でもない。乾杯。乾杯。命令書は読んだか？はい。よし、では行こうか。あと3時間ほどで死ぬなんて考えられないな。いざとなると感傷的になると思っていたが、なんともない。俺たちは意外に明るいな。なあ、ヤクザ映画ならここで主題歌が流れるところだ。キリトの情を計りにかけりゃギガ重たい男の世界、幼馴染の観音様にゃ、自信を担親の意見を承知ですねて、まがいくれたろくの風よ、つも重ねた不幸の数を、なんとありようかおふくろに、砂で泣いてる
乳脂肪タン。失礼します。自分は田中です。時間を厳守せよとの三島隊長の命令でしたので失礼しました。はあ、名刺を見せていただけますか。隊長からです。失礼しました。ようようのみ申し上げます。ご対応中を顧みずおいでいただいたのは決して自己宣伝のためではありません。事柄が自衛隊内部で起こるためもみ消しをされ、小生らの真意が伝わらぬのを恐れてであります。しかも寸前までいかなる邪魔が入るか正否不明でありますので、もし邪魔が入って小生が何事もなく帰ってきた場合、小生の意図のみ報道関係に伝わったら大変なことになりますので、特に私的なお願いとしてご好意に甘えたわけであります。三島先生がいらっしゃいました。同封の劇及び同志の写真は警察の募集を恐れて差し上げるものですから、何卒うまく隠匿された上自由にご発表ください。劇は何卒ノーカットでご発表いただきたく存じます。事件の経過は予定では2時間であります。しかしいかなる査鉄が起こるかもしれず予断を許しません。はためにはいかに狂気の沙汰に見えようとも、小生らとしては純粋に幽谷の情に出たるものであることをご理解いただきたく思います。失礼し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 ます。これがお話ししていた関の孫六でございます。ご覧になりますか。本物ですか。はい、では拝見。なるほど、三本杉ね。どうも。要求書があるからこれを受け入れろ。そうすれば総監の命は助ける。要求書一つ、要求項目は左の通りである。一つ、11時30分までに市ヶ谷駐屯地の自衛官を本館前に集合せしのこと、演説を請求すること。申し訳ございません。一つ、立岡海山陽海空港本事件の党案関係を急遽市ヶ谷会館により招集参列せしのこと。一つ、11時10分より13時10分に至る2時間の間一切の攻撃妨害を行わさること。右直言が完全に損傷せられて2時間を経過したるときは総監の身柄が安全に引き渡す。右条件が守られず、あるいは守られざる恐れあるときは三島直ちに総監を殺害して自決する。要求は分かった。
自衛官を集める。あなたは何者だ？どんな権限がある？私は防衛副長で現場の最高責任者だ。よし、自衛官を12時までに集めろ。13時30分までは一切の攻撃妨害行動はするな。総監はどうなる？我々の要求が通れば命は保証する。分かった、約束は守れ。権力を持っていかなるデモも鎮圧できるという自信を持ったからだ。治安出動はいらなくなったんだ。治安出動はいらなくなったんだ。治安出動がいらなくなったので、すでに憲法改正が不可能になったのだ。わかるか、この理屈か。諸君は去年の 10.21 から後、諸君は去年の 10.21 から後だ。もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。自衛隊が20年間血と涙で待った憲法改正ってものの機会ないんだ。もうそれは政治的プログラムから外されたんだ。ついに外されたんだよ。それはどうしてそれに気が付いてくれなかったんだ。去年の 10.21 から1年間、俺は自衛隊が起こるのを待ってた。もうこれで憲法改正のチャンスはない。自衛隊が国軍になる気はない。県軍の本気はない。それを私は最も嘆いていたんだ。自衛隊にとって県軍の本気は何だ？日本を守ること。日本を守るとは何だ？日本を守るとは天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることだ。お前ら聞け！静かにせえ！うるさい！静かにせえ！静粛に聞け！男に向けは命を懸けて諸君に訴えているんだぞ。いいか、いいか。それがな、今日本人がな、ここでもって立ち上がらなければ、自衛隊が立ち上がらなければ憲法改正ってものがないんだよ。諸君は永久にだね、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。シビリアンコントロールがどっから来るんだ。シビリアンコントロールというのはな、真剣効果で捉えているのがシビリアンコントロールじゃないぞ。そこでだ、俺は4年待ったんだよ。俺は4年待ったんだ。自衛隊が立ち上がる日を。最後の30分だ。最後の30分にだから今待ってんだよ。諸君は無事だろ。諸君は無事だろ。無事ならばな、自分を否定する憲法をどうして守るんだ。自分を否定する憲法というものにペコペコするんだ。それがある限り
諸君というものは永久に救われんのぞ。諸君は永久にだね。今の憲法は政治的謀略で諸君が合憲のごとく装っているが、自衛隊は違憲なんだよ。自衛隊は違憲なんだ。貴様たちは違憲なんだ。憲法というものはついに自衛隊というものは憲法を守る軍隊になってしまったのだということにどうして気がつかんのだ。どうしてそこのところに気がつかんのだ。俺は諸君がそれを完全に断つ日を待ちに待っていたんだ。諸君がその中でもただ小さい根性ばっかりにたまって惑わされて本当に日本のために立ち上がるときはないんだ。憲法のために日本を骨なしにした憲法というものに従ってきたということを知らないんだ。諸君の中に一人でも俺と一緒に立つやつはいないのか。一人もいないんだな。よし、武というものだ。刀というものは何だ。それでも男か。それでも武士か。それでも武士か。まだ諸君が憲法改正のために立ち上がれないということに見極めがついた。これで俺の自衛隊に対する夢はなくなったんだ。それではここで俺は天皇陛下万歳を叫ぶ。天皇陛下万歳。天皇陛下万歳。天皇陛下万歳。あなたに恨みはありません。自衛隊を天皇へお返しするためです。死んで無念を晴らします。仕方がなかったんだ。Thank you.
モニター最後を頼むぞ。Thank you.
なたらしい幕引きだったわね。何にも変わってない。聞きたいことがあるの。何でしょう。5年前のあの日、夫の体を残してあの部屋を出た時、どんな気持ちだった。何を残したの。Just a meaning that has no bounds. So maybe I'm just swear-